2020年ネズミのカラーアタック版画です。ネズミとコマの描き方は数え歌を作りました。アップしていますのでどうぞご覧ください。いらない紙に両面テープを貼って用意しておきます。カラーアタックの裏から形を描いて切り取ったら、この両面テープに端っこを貼り付けてそこから剥がします。ツルツルの剥離紙の上に置いていきましょう。文字も裏からそのまま書いて切り取ります。丸いところは切り込みを入れてくるくる回すようにして切っていきます。コマは貼り重ねながら形を作っていきます。大体の部品ができたら台紙にカラータックを貼ります。四隅に色がつくように気をつけてください。下絵を見ながら文字や絵が左右反対になるように気をつけて貼ってください。細かい作業はピンセットを使うといいです。白いところはクレパスで描きます。裏に名前を書いたら擦り紙を濡らして、それを置いて OPP フィルムを置いて足で踏みます。剥がすとできています。下に名前を書いた紙を置いておきましょう。色がついているところを目安に周りを切り取って出来上がりです。文字や絵の色や配置を工夫して自分だけのオリジナルの版画を作ってみましょう。